まず前半の13分です。コーナーキックから加納が入れたボール、クリアがもう一度戻ってきて2度目のクロスになりました。これをクレオが合わせます。この2つ目のボールの時にクレオ選手に対してやはりケアがね誰もできてなかったっていう部分でフリーで入っていってドンピシャで合わせましたよね。ただこのね、加納選手のやっぱキックの精度は今日1試合通して際立ったんじゃないですかね。そうですね。ただその4分後でした。車屋のこの前線に預けたボール中野が中央突破、短期でドリブルを仕掛けます。この突破は素晴らしかったですよね。このクロア選手の前でカットして、ここで1人逃げたことによってコースが行って、もう1人が逃げたことによってまた空きましたよね。そこをうまく自分がスルスル抜けていってフィニッシュまで行った素晴らしいゴールでしたね。最後のシュートも落ち着いてましたね。そうですね。あとこの胸コントロールで、ね、一発で前を向けたっていうのも大きかったですね。ゴールキーパー稲田の逆をしっかり取りました。中野22分です。足元からサイドに流れてきた加納健太へ、そして加納が左足のクロス、相手の前に入ってクレオが決めました。このね、ここから縦1本出て中をチェックして入れるんですけど、まあ、3メートルぐらい後ろですかね、クレオ選手が入ってきてニアサイドで相手の前で合わせた。そしてそれもね、しっかりと流すことができる、決めることができる、この能力の高さですよね。はい、今日はヘディングの技術を随所に見せてくれましたね。ああ、もう本当そう思いますね。はい、28分、バラダの入れたボールに足元、そして最後クレオでした。でここも変化つけてきたボールだったんですけど、まあ、このボールはね、キッパー患者選手がね、素晴らしい反応しましたよね。飛び出して体に当てた患者の好セーブでした。33分です。野山が裏に抜け出して、一旦ここで時間を作ります。マイナスで待ち受けていた赤崎が受けて、この左足のシュート、まあ、ここは中盤で繋いでる時に足元でなく裏に飛び出したっていうことが一つねポイントになりましたよね。はい、39分またコーナーキック、加納がここは変化をつけてストレート系のボールを入れました。クレオが落として最後橋本、ここ今見ても分かるようにね、筑波の選手がどちらかというとニアサイドを意識したステップを最初踏んでますよね。それに対してフォアサイドにボールが入ってきて折り返しのフィニッシュ、まあ、決めた橋本選手の、ね、体を倒しながらのボレーも素晴らしいですよね。よくこうゴールに、ね、運びましたよね。前半は3対1で終えて後半に入っての52分です。中野が裏にスルーパス、抜け出した若杉だったんですけれども流し込むことができませんでした。決めたかったんですけど、まあ、稲田選手ね素晴らしかったですね。61分です。加納のフリーキックにファーから飛び込んだ増島のヘディングシュート。そして70分です。バラダが自分で運んでクレオ、そして澤、最後は太田。ここね、先ほど見たらディフレクションあるんですけど、ただ思い切ってシュートを振り抜いた、足を振り抜いたっていうのが大きかったですよね。はい、あとバラダ選手がね、そのドリブルで人に向かっていくんじゃなくて2人の間に向かっていってずらしたっていうことが大きいですよね。なるほど。この直後に太田は交代になりましたけれども、ベンチの味方からもかなり、手厚い祝福を受けました。そして87分、右の中野にボールを預けてセンターで受けた赤崎、左足を振り抜きました。このシュートはね本当に素晴らしかったんですけど、あの柏のディフェンスにしっかりとプレッシャーをかけているので蹴るしかなかったんですよね。はい、なので筑波のディフェンスもクレオ選手に対して選択肢が少ない中なのでしっかりと競れた。でそこからのこのシュートのまでの一連ですから、やはりその前からプレッシャーをかけて選択肢を減らすっていうことの大切さがここ一つ分かった、そういうシーンじゃないですかね。はい、これが今日のゲームの最終的なスタッツになります。シュートは15本対11本という、結果になりました。